ただソメイヨシノとは和テイストなオリジナル曲、そして和太鼓一部など和に特化したパフォーマンス、そしてデコボコトリオのお茶目トークが魅力の今一番無邪気なアイドルということです。で、非常に美しい袴姿でご登場いただきます。なお皆さんですね、ショールーム公式でソメイヨシノのお花見ルームという番組を毎月第1、第3土曜日の12時から20時に配信しているということのですので、そちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは準備が整ったようですので、どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。ソメイヨシノの皆さんです、どうぞ。はい、どうぞ。こんにちは。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。こんにちは。はい、今ご紹介いただきましたソメイヨシノと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあちょっとソメイちゃん後ろに傘を置きましょう。ですね、皆さんご覧になってもわかると思いますが、大人と子供が在籍しているアイドルユニットになります。ちなみに私の子ではありませんのでよろしくお願いします。ではですね、自己紹介をしたいと思います。いつもの自己紹介いくよ。いくよ。ぜひ名前だけでも覚えてください。はい、和製アイドルソメイヨシノリーダー、特技は日本舞踊と書道です。ヒロミンです。ヒロミン。はーい。そしてソメイヨシノサブリーダー、小学3年生、得意なことは一輪車、サーです。ソーラちゃん。はーい。そしてソメイヨシノ一番ちっちゃい小学2年生、得意なことは自転車キノカです。ヒーノちゃん。はーい。私たち和製アイドルソメイヨシノシャキーン。パチ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 。ありがとうございます。優しい人が多いですか。いいんだよいいんだよ、大丈夫よ、入れる大丈夫って。はい、ありがとうございます。というわけでですね、昨年の夏に新メンバーとしてそらちゃんときのかちゃんが加入して、このようなちょっとおかしな、体制になりました。和に特化した曲をということで、今日も2曲歌わせていただきます。それではまず1曲目、ソメイヨシノという漢字でソメイヨシノという曲を歌いたいと思います。大丈夫、暑さに負けてないですか。負けない。ソラちゃんは負けない。負けないということで、じゃあ元気よくいきたいと思います。それではソメイヨシノでソメイヨシノ聴いてください。
夜になっても暑いですね。皆さん水分たくさん取ってください。というわけで、早速ですけど、ちょっと2曲目に行く準備をしたいと思うので、持てるかな。2人は傘を置いて、うちわを持ってきてください。はい。そして、ここで皆さんに一つお願いがあります。できるかな。昨年私たちこちらの上野の公園で、ライブ出演をさせていただいたことがあるんですけれども、まあ、お帰り。あるんですが、その時に、いらっしゃっている皆さんと一緒に写真を撮ろうということで写真を撮りました。今日も皆さんと一緒に写真が撮りたいということで、写っちゃまずいよっていう方は全力で顔を隠してください。ちょっと携帯持ってきます。さあでは皆さん、写ってもいいよっていう方は全力で写ってください。いくよ、はい、あ、とみちゃんおいで。こうやって撮るから顔を写してみて。没有人们的我这个不知道結構映ってますよ。照相いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。あと意味ないと思いますけど、スノーでも1枚撮ります。いきますね。あれ、私だけなんないじゃん。いきます。なんだけど、いいや。3、2、1。あれ、はい、とりあえず撮りました。ありがとうございます。はい、とっても素敵な記念ができましたので、こちらは私たちの SNS にアップしていきたいと思います。というわけで、この後歌う曲が2曲目で最後になるんですけれども、2人は今学校は、夏休み。それでは続いて、ソメイヨシノで恋花火という夏のお祭りの曲を歌いたいと思います。2人とも緊張は解けた？まだ緊張してる。緊張している。あの2人はですね、加入当時までは小学校1年生と2年生だったんですが、今1学年進学、進級かして2年生と3年生になりまして、そらちゃんはこの間お誕生日で何歳になりましたか？9歳です。まだ1桁。ありがとうございます。おめでとう。まだ一桁なのね。きぬちゃんは今何歳？7歳。ありがとうございます。平均年齢が下がってます。それでは